ハインリッヒ・ラチエンは、ドイツの陸上競技選手である。誕生の際に付けられた名は、ドラ・ラチエンといい、この名でも知られている。ラチエンは1936年ベルリンオリンピックで、ドイツ代表として、女子総高飛びに出場し、4位に入賞した。しかし、ラチエンは後に男性であることが露見している。ラチエンは1918年に、飲食店の店主だった。 ハインリッヒラチエンの5番目の子供として誕生した。誕生に立ち会った助産婦は最初に男の子ですと言ったが新生児の生殖器の外観についてしばらく熟考した末に前言を翻して女の子ですと告げた。その結果新生児は当時のドイツで一般的だった女の子の名前でドラと名付けられた。それからラチエンは 女の子として成長したが、父親は、拉致園の生殖器の形状に不信を抱いて、医師の診断を求めた。その医師は、単に、何も治療できないと言っただけだった。成長するにつれて、拉致園は、スポーツに興味を抱き、早くから、学校の総高飛び競技に出場している。17歳になった、拉致園は、1936年のベルリンオリンピックで、 ドイツ代表として女子総高飛びに出場し、出場選手17名のうち1メートル58センチメートルの記録で4位に入賞した。1938年にはウィーンで開催されたヨーロッパ陸上競技選手権大会の女子総高飛びで、当時の世界新記録1メートル70センチメートルを記録して金メダル獲得を果たしている。 ヨーロッパ陸上競技選手権大会の終了後、1938年9月21日に事件は起こった。ラチエンはグレーのツーピース、肌色のストッキングに明るい色のパンプスという、いでたちでウィーンからケルンに向かうために急行列車に乗っていた。その列車の車掌は、その日の昼頃にマクデブルク駅に列車が到着した際、助走した男が、 列車に乗車していると警察に通報した。拉致園は下車を命じられて警察の尋問を受けることになった。拉致園は自分が女性であることの証明書類を提示したが、しばらく躊躇した後、自ら男性であることを認めて12時15分に逮捕された。ある内科医が召喚され、検査が終了した後に拉致園の性別は、 明白に男性であると宣告された。しかしその内科医は、拉致縁の生殖器について、陰形部分の先端から後部に至るまで、裂け目状の荒い反根奏章があると言い,い、この生殖器の状態では、性的交渉は、不可能だと所見を述べた。出生時において、陰形と陰脳が中間部で分割されているように見え、滞留していた清掃が空洞に隠れていたために、 助産婦は外院部に異常な長さのクリトリスを持った新生児という印象を受けたのだった。長期にわたる調査の末に拉致園は不正行為に関わっておらず、むしろナチスドイツ当局の強制によって助走して大会に参加させられていた被害者の立場だったことが明らかになった。1939年に拉致園は正式にドラ拉致園から パインリッヒ・ラチエンと解明し、性別も男性に改めた。ラチエンは、故郷のブレーメンに戻り、後に、父の経営していた、飲食店を継いだ。ラチエンは、マスコミの取材を受けず、過去についての問いかけに答えることもなかった。なお、2009年には、ドイツ系ユダヤ人の女子層高飛び選手、 グレーテル・ベルクマンとラチエンをモデルにした映画、ベルリン36がドイツで制作されている。彼の名については、ヘルマン・ラチエン、または、ホルスト・ラチエンとも誤って報道されている。アスレチックス・アット・ザ・1936・ベルリン・サマー・ゲームズ・ウィメンズ・ハイ・ジャンパー・カイブド2020年4月17日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。後日このメダルは剥奪され、 ハンガリー代表のイボヤ・チャークが、真の金メダリストとなった。1936ベルリンオリンピックスハウ、ドーラ・ザ・マン・コンピーテッド・イン・ザ・ウーマンズ、ハイ・ジャンプ、ハット・ベルリン36公式サイト、映画内での役名は、マリー・ケッテラーとなっている。ベルリン出身の男優、ゼバスティアン・ウルセンドフスキーがこの役を演じた。ありがとうございます。